としたからだ。4発って数は演技が悪いぜ。あんた今さっき止めろって言ったじゃないか。俺はお前に危害は加えねえし、連れてってくれりゃ礼もする。野郎の口の中にぶち込んでやれば体の中は無防備だろう。港に戻ってジョルノと合流した方が安全策だぜ。やろうバカな。この断崖を登ってきたのか。階段はしごのようにああやって登ってきたのかよ。ここで決着つけようってんだな。運転手、絶対にトラック止めんじゃねえぞ。思いっきり殴っちゃダメだ。ちょっとずつなんだ。やはり最悪だった。縁起悪いぜ。残り一発になっちまったが、最悪の事態は乗り切ったっつうことだよな。おとなしくしてろミスター。余裕で防御する距離がある。残り一発なんだ。一発撃とうが百発撃とうが、おめえに俺は倒せねえ。体の中なら固定の能力は使えねえってな。ちくしょう、すげえ痛えけどよ。やることがもうないんなら行くぜ野郎ども、狙え。あれはやばい。固定して止めたとしても一発分頭の奥に食い込んでいくよな。おいおいナンバー3、こいつはマジに不死身のスタンドだな。何やってんだよあんたたちは。今来ないでやるけど、今度会ったらただじゃおかねえぞ。もたもたしないで、必死なんだ。ペリーコロさんはここまでわざわざ金を受け取りに来てくれた。君が例の新人か。はい。君、さっきはすまなかったな。訳があってな。後で話す。ブチャラティ、どこにあんだよ。便器しか見当たりませんが。このネックレス一つだけで7、8億はくだらないじゃろ。おめでとうブチャラティ。君を幹部の地位に昇進させよう。港の密輸品の管理、レストランやホテルの支配権などだ。だけどこの新入りジョルノが俺たちのとこに来た途端、急にことが動き出した。ここのところはいいかね。ポルポがやり残した仕事。娘ボス、娘です。いや、この人はおそらくボスの娘。ブチャラティ。ブチャラティ、お前も知っての通り、ボスの正体を知る者はいない。その男こそトリッシュの父親。ナーゾの名を探る者は要注意。ドナテラのことはたちまち噂となった。ドナテラの死後、娘を直ちに保護させた。そしてわしがトリッシュを保護した直後。誰です？何者が彼女を狙っているので。組織の裏切り者じゃよ。ボスを倒すため情報を欲しがっておるのじゃよ。ボスがその裏切り者どもを見つけて始末するまでだ。ということは、敵はスタンド使い。わしにはスタンド能力がない。役に立てるのはここまでじゃ。はい、そういうことです。僕たち6人でです。わかりました。フランス製じゃなきゃ死んでも飲まないことにしてるの。私やる価値はある。彼女を守りきれば。何やがってんだ。おとなしくしてろよ。参ったな。てっきりポルポだと思ったんだけどよ。探せねえ。でもポルポの他にそんな腕利きがいたかよ。はあ、買い物よし。ナランチャ、君ならやれる。君なら無事にできます。僕らがボスの娘を護衛しているなんて誰にもバレてませんが。任しといてくれ。ぐるぐる目を回さないように運転。つっつくつっつかねえはおめえらの間での問題だ。だから要するにつけられねえで帰ってくりゃいいんだろ。しょうがねえな、いつまでもよ。なんだてめえ、降りろ。怖いな。しょうがねえな。俺の名はフォルマジオ。バレちゃいねえはずだが俺たちを追ってる。そこらのレストランとか探したから。この車レンタカーだろ。だから借りるんだ。うん、そういや聞いたか。あいやいやいや、喋ってもらうぜ。尾行すんのが無理ならよ。それが何よりヤバい。黙ったか。私喉が渇いているのよ。うん、てめえが身につけてる服やバンダナは今も一緒に縮んでいる。そうだ、ブチャラティたちに連絡を。縮み続けている。助けてもらうためにも早くあの電話にたどり着かなくてはよ。公衆電話にはテレフォンカードかコインがいるんだぜ。まずいな、奴の仲間に俺の能力を知られるのはまずい。スタンドのパワーも大きさも無力なほど小さくなってしょうがねえな。見つかりっこねえがもうちっとの辛抱だ。おい、なんでポケットの中にいるってのがこいつにバレたんだ。ボールペン危なかったぜ。その瞬間の反発力は俺を奴の手からここまで吹っ飛ばしてくれた。バカな。一瞬で隠れたってのになぜ俺の居場所。嘘だろ。おい、リトルウィーダー。来週の議会でゴミ問題に触れるつもりだ。大丈夫？ペッシー、だからおめえはマンモーニだってんだ。でフォルマジオ、仕込みはどうなんだ。とっとと帰ってサッカーでも見ようぜ。どうしたペッシー、腰抜かしてんのか。言ってろ、文句があるならてめえでやれ。それよりもったソルベとジェラートが分け前の話の時に今まで来なかったことはなかった。見つかったか。いや足取り一つつかめ。麻薬を扱う練習も大儲け。窒息死だと罰。お国主はどこのド S だ。額縁俺見たことあんだ。ジェラートとおそろのやつだ。おいおいおい、マジかよ。こいつはつなげた顔は恐怖に歪んでいた。ソルベはよ。それはボスからの無言のメッセージだった。彼らはそれっきり冷遇される立場に甘んじた。蜂の巣、向こうへ行った。昆虫の皮、呼吸で出る二酸化炭素 CO2 を探知し、奴は俺を探すのをやめた。間違って野獣馬を撃つ可能性があったんだ。やはり俺とネズミの区別がついてねえな。この数、それにこの動きのパターンはならんちゃよ。なぜ同じ動き試しによ、このでかいのをめちゃくちゃ打ってみる価値はある。あ、危なかったぜ。元のサイズに戻らなかったらやられていた。もう攻撃が効かねえ。Fighting!